トリークエストの336、まみまみ漂う歌声、ここらたの浜辺のログハウスに住んでいるシノンからシャイボーイのビューちゃんに歌ってもらうため、新品の銀の木工刀ショート地獄のヤスリ持ってきてと頼まれた。地獄のヤスリはコニウェア平原洞窟などに生息するガニラスが落とすらしい。では行くか。洞窟ガニラス、まあ、とりあえず行ってみるか。洞窟ってこあっちしかないか。ガニラス、そろそろ出て。よし。はい、次。取引所あったっけ？はい。取引所。ここでも売ってない。買いに行くしかない。これか。はい。安い順、2200。まあいいや。ではまた行きます。これで一応揃ったってことでいいのかな。うん。なんかちょっとクエストが簡単になってるような気がするんだけど。はい。はい、とりあえず、クエスト、波間に漂う歌声クリア。リュウちゃんって一体何者？そういうことか。怖っ。スリスリしてゴリゴリ。あれ、あ、終わったってこと。
あー、また次悩める楽器職人はい、行きます。ここ何？さっきからいたっす。はい、おお、何？今度は何？ガマの油と、はい、二つとも、二つともさ、オークション出てないかな。ガー料理、素材、植物系、モンスター系、あったあったあった、ガマの油。骨は、うん、骨はないな。じゃあちょっと行きますか。なんか今までのねクエストがああいうなんかね、ちょっとこうストーリー的に面白かったのに比べると、なんかなんだろう、お使いクエストに戻っちゃったような感じがするんだけど、まあこれはこれでまた後で何かのつながりが出てくるんじゃないかな。どうなんだろう。まあ多分きっとそうなんだろうなと思って、ちょっと楽しみにしております。さあ行こう。次ベヒードスを倒し、はい、ここまでルーラーで行ってもよかったな。で、ベヒードス、ベヒードス、ベヒードス、どこにいるの？ベヒードス、ベヒードス、どの辺にいるかな。これは違うし、
GO! ベヒロス違うよね。ん？あ、これだ。またまた凶悪そうなのが。あ、ふと気になった。ガンガンって。やった。受けた。よし、これで2つ目のクエストクリアだはず。はい、渡します。やっぱクリアだ。うん？やっぱ終わりだ。またなんかのねストーリーにつながっていくんだろうね。よし、黒様って誰？はい、まあというわけで今回はこの辺で一旦終わりにします。ちょっとペースを落としますけれども、まあ、こんな感じでゆっくりまったりドラゴンクエスト10楽しんでいければと思っておりますのでよろしくお願いします。そしてですね、フレンド、チームメンバー募集しております。気軽に声をかけていただけると嬉しいです。というわけでよろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。